おはようございます。皆さんの健康を応援するチョン・ジュホです。朝の時間をなんとなく過ごしてはいませんか？今から一緒に軽い運動をしながら一日を元気に送っていきましょう。今日は上半身と下半身、腹筋の運動を学びます。それぞれ10回繰り返します。まずバスケットボールを左右にパスです。足を肩幅に広げてください。膝を曲げた状態でお尻を後ろに引きます。そして胸の前で透明なボールを掴んで右側にボールを渡し、胸の方に戻し、また左側に伸ばして戻す。この動作を繰り返します。この運動のポイントは背中と肩と腰です。後ろ姿美人になれる運動です。次は横向きに立ってみましょう。スタート。上半身があまり傾かないように注意しましょう。肩や背中、腕に力がつくのではなく腰痛を引き起こす恐れがあるからです。横に押す動作をもう一度。はい、うまくいきました。2番目はバスケのスリーポイントシュートです。足を肩幅に開いた後、膝を曲げた状態でお尻を後ろに引きます。透明なボールをつかみ、右側にパスをして戻ってくると同時にジャンプシュート、左側に行ってからジャンプシュート。実際にボールを持っていると思い遠くのゴールに向かって投げると高くジャンプできます。この動作のポイントは下半身を鍛えることです。膝関節を強化し骨密度を高めます。太ももの前と後ろを鍛え、ヒップアップにも良い運動です。うまくできました。横向きに立ってみましょう。スタート。気をつけることはジャンプの時つま先から着地することです。かかとから着地するとかかとや膝を痛めてしまいます。だからジャンプする時はつま先から着地して、座る時も前に曲がらないように上半身を立てたままにすれば膝への衝撃を減らし太ももの力を養うことができます。うまくいきました。3番目は腹筋運動です。両腕を下ろして足を上げるです。足を肩幅に広げてボールを掴みましょう。頭の上に高く持った状態で左に下ろしながら左膝を高く上げます。もう一度手を持ち上げて右膝を高く上げます。繰り返します。この運動はボールを下ろすと同時に脇腹と骨盤の力を強化できるので、お腹の上から下、骨盤まで腹筋全体運動になります。いいですね。横から見てみましょう。腕を広げてください。スタート。そうです、体重移動するときは片足だけで体重移動をするので、左右に体重が移動する側に動きながら運動するとバランスを取ることができます。
ヨシュア記14章11節です。モーセが私を使わした日のように、私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも入るのです。神様の証明通りに生きるためには健康をしっかり守るべきです。年を取ると体力が落ちて体調も悪くなりますが、いつどこでも神様が呼ばれるとアーメンと走り出すことができるようになりましょう。私たちの体をよく管理するとき、魂も生き返ります。体も心も魂もしっかり。チョンジュホが皆さんの健康を応援します。